雅楽寮は、律令制において、治部省に属する機関である。和名省では歌舞の司とされている。党名は大楽または、大楽署。日本書紀の陰行天皇崩御の記事の際に、白木が崩御を悼んで派遣した使者には、楽人が含まれていた話など、朝鮮半島三国からの音楽が早い時期から伝わっていたと推定されている。また、持統天皇元年正月日の絵虎城には、楽官と呼ばれる官士が登場し、雅楽寮の前身であったと見られている。701年に大宝律令が制定され、雅楽寮は朝廷の音楽を司り、日本固有の歌舞と大陸の国々から伝来した。外来歌舞の演奏を担当する役所として作られた。様々な公的行事で雅楽を演奏すること、また演奏者を養成することが職務である。演奏者として、歌師、舞師、笛師、楽師が設置された。このうち前三者は和楽を、後者は雅楽を担当し、後者は主に渡来人系の人が任じられた。楽師は、寮制では、唐、白木、高麗、百済及び、暮楽である伎楽、腰鼓に分かれて、それぞれの音楽を担当した。また笛師の下には、笛職人である宮尾匠が付属した。平安時代以降は、楽署や大歌署、歌舞署、内響坊などの両月間や、奏楽の職掌も負うことになった、このFに押されて衰退したとされる。だが、実際には大同、公認年間に、海外音楽の部門の充実が図られ、その後も重要な公的儀式では、両下官の演奏は許されず、律令官士である、雅楽寮のみが演奏を担当することができたことから、延喜式や西宮記でも、雅楽寮に関する記述が多く見られ、少なくても11世紀初頭まではたびたび立て直しが図られてきた。明治維新後、雅楽寮は、味方楽署と統合されるなどの紆余曲折を経て、宮内省式部職楽部に改組され、現在の宮内庁にそのまま引き継がれる。今日の君が代の作曲者、林弘盛や雅楽演奏家の東儀秀樹は、ここの出身である。志村、2015年、P285 から286志村、2015年、P286 志村、2015年、P291 から302志村、2015年、P322 から324? ありがとうございます。